で、もう最後の方になりましたけれども、研究者倫理について、まあ、私が簡単にまとめた資料をお配りします。で、科学における不正行為ね、これは FFP であるというふうにお話ししました。で、皆さんにお配りしたこの3ページぐらい の、 資料は、まあ、これは私が日常的に自分でこのいろんな事件を見ながらね、これはどうなんだろうということをいろいろ調べた結果、皆さんに分かりやすく要点だけをお伝えしようと思ってまとめたものです。で、まずね、見てほしいのは不正行為かどうかの認定基準のところなんです。でね、この1ページ目の、ね、不正行為かどうかの認定基準、ここね、よう読んでください。不正行為があったんじゃないか、いわゆるこれは科学的不正行為のことです。不正行為があったんじゃないかという疑義が第三者から提出されたり告発された場合、説明責任は研究者自身にあるんです。で、もう一つは、十分な証拠により疑義を否定できないときは不正行為とみなされるんです。つまり疑わしきは罰するという原則が適用されています。で、これは刑法における犯罪の定義とは根本的に違います。で、刑法の場合はその犯罪行為があったかどうかというのは、これは検察側が立証責任があるんですね。で、もう一つ、その疑義がかけられてそれを否定する十分な証拠がなくっても、犯罪を立証する十分な証拠がもしなかったら、被告人の利益によって疑わしきは罰せずということで無罪になるというのが、この刑事事件です。で、そうじゃなくって、研究不正行為の場合にはこれ怪しいんじゃないのという疑義が、かけられた場合には、十分な証拠を持って否定できなければ、もうこれは自動的に不正行為になる、疑わしきは罰する。で、なんでこんなことになっているかと言いますとですね、科学研究っていうのは、やはりこのオリジナルのアイデアっていうのがすごく大事です。で、それをがんじがらめに縛ってしまうと、自由な発想によって、研究者自身が自由な発想によって研究を、創造的な研究をする機会が失われてしまうというので、研究者は性善説に立って研究を推進し、性善説に立ってデータを出しているということを性善説に立って、評価している。それが、まあ、科学研究の一つの特徴です。ですから、正しい研究が行われて科学的根拠があるということが前提なので、故意の捏造や改ざんというのは初めから想定外なんですね。しかし、その代わりね、それとちょうど裏腹の関係にあるんですけど、研究不正が疑われたら、その説明責任は研究者自身にあって、ちゃんとした証拠で確かにこれは事実ですということを説明できなかったら、それは捏造と言われても仕方がないね。だから、自由が保障されている、その反面、これだけの責任が研究者には課されているというのは、それ現状です。で、これは日本学術会議のですね、研究活動の不正行為への対応のガイドラインについてという、これ文科省が出しているガイドラインがあるんですけど、そこに明記されています。ですから、それに照らしてみるとですね、今回の小保方さんの問題は、ノート皆さん見ました？スタップ成功とか言ってハードマーク書いてあったね。で、2年間で4ページだったかな、なんかそんなぐらいのデータしかなかった、ノートしかなかった。あの時点でアウトですよ。あの時点でアウト。で、もし私が小保方さんだったら、あのノートは何が何でも必死の思いで隠します。あれがもし表に出たら、もうそれで研究者生命はおしまいだから。あれが表に出た。でも、なぜか不思議なことに、あれが表に出てきたんですよ。で、弁護士の勧めがなんか知りませんけども、小保方さんはあれ出したんですね。あれ意外に思いました。あんなこと出したら、自分は研究者として失格ですよ、研究不正をやりましたよって言ったのと全く同じことです。だから、もうあれが出てきた時点でアウトやと思います。で、法廷闘争に持ち込もうとしてます、弁護士が。法廷闘争に持ち込むと、いわゆるその刑事事件、つまり犯罪が行為があったのかどうかというような、
立証責任が利権側に課されることになります。そうするとそんなことを証明できないじゃないですか、犯罪行為があったかどうか、ね、だからね、これあのいわゆる刑事事件のその犯罪行為とそれから、科学における不正行為というのは全然違うカテゴリーで、評価すべきところがね、どうもその辺を履き違えたような議論が今進んでいるように思います。あれが法廷闘争になるということは、いわゆる犯罪行為かどうかということを問うことになるんですから、あの立証責任が利権の側に出てくるわけですね。そうすると利権負けると思います。だから証明できないです、無理です。で、おそらくそういうことをちゃんと分かってあの弁護士はやってるんだろうなと私は個人的には思っています。だからすごくしたたかやなと思いますね。で、このそういう意味でね、その実験のデータ、それから実験事実を正確に記録した、資料記録といったものはすごく重要な意味を持ってきます。ですから、皆さんもこの実験をこれからねやっていく、その時に実験ノートを夢いい加減な実験ノートの書き方、資料の整理の仕方をしない、そういうことをやってるといずれ自分がそこに巻き込まれた時に自分を救う術がなくなっちゃいます。それがすごくあの科学者にとっては大きなダメージなんですね。で、まあ、あとはあの悪意のないあの不正行為で、コピペしたらどうなるかっていう話ちょっとします。あの、まあ、悪意のない故意でない不正っていうのはこれはあのいわゆる不正行為とは一般には見なされません。ですからあの、小保方さんもしきりと画像を取り違えましたということを言わはりますよね。取り違えましたって言ってしまえば、取り違ったっていうことになればそれは研究不正じゃないの、知っててそれを出したら研究不正なんですけど、知らずに取り違えちゃったっていうと研究不正じゃない。だからまあそこへ逃げ込もうとしてはるように私には見えます。で、まあ、悪意のない不正に関して言うとね、例えばまあウェブから皆さんあのコピペをする、その時にどれぐらいコピペしたらアウトか、まあ端的に言ってしまえば50ワードです。50ワード以上あの何の引用もなしにそのままコピペしたら、それは、この盗用です。プレイジャリズム、盗用になります。で、ちゃんと情報元を明記してで引用するならそれは構いません。だけど何にも書かずにあたかも自分の書いた文章のようにコピペすると、50ワード以上やると、まあ、盗用と言われても仕方がない。で、もう一つ面白いのはね、自分の書いた論文、それがね、まあ、一般にこうあの論文として出た場合ね、で2本目3本目書くときにイントロダクション大体同じやからええやろうと思って自分の書いた論文のイントロダクションそのままコピペするようなことがなきにしもあらずなんですけど、それをやるとそれも盗用です。自分の書いた文章なのにもはやそれは自分の書いた文章じゃないんです、ね、それはあの版権といいまして、出版社がその論文の、いわゆるコピーライトを持っているわけですね。で、それを勝手に使った、オーサーといえども勝手に使えない、そういうまあ現実があります。それからデータの切り貼りで画像の見栄を良くするために画像加工する、これもあのこれはデータの改ざんにあたる可能性が非常に高い。で、今はもうあの画像ソフトの発達がすごく著しいですから簡単に画像加工ができる時代になりましたね。で、そんなことやってるとえらいことになります。で、気をつけてください。で、まあ、悪意のないあの研究不正ね、あのそれがあってはならないことなんです。ただしあの通常は悪意がなければ不正行為とは見なされないんです。だけれども大事なデータでね、画像と違いました、あるいはその、大事な学位論文で、間違ってドラフトの方を出しました、ドラフトというのは原稿ですね、最終稿じゃなくて原稿の方を出しました、それはないやろうと思うんですね、やっぱりね。で、それはあの研究不正ということを免れるかもしれませんけれども、研究者としてはそれはもう失格やろう、そういう烙印を押されても仕方のない、まあ、そういう間違いだろうと思います。
で、まあ、あとは悪意のないデータ研究不正がどういうふうな影響を及ぼしていくかということが書いてありますので、まあ、皆さん時間があったら読んでください。でちょっと時間が過ぎてしまいましたけれども、ネイチャーがね論文撤回したで問題を見抜けなかったで結局性善説が根底になっているから審査に限界があるんだ、そういう問題も最近は提起いたしました。でネイチャーも実は悪いんですね、これね。2方目のスタッフ問題の問題になった論文ほとんど審査せずに通してるんです、あれ。一般には知られていない事実ですけども、ほとんど ノー審査でパスなんですね。ですから、そういう意味でネイチャーの責任を追及している研究者多いんですが、あえてそこには踏み込みません。で、問題は、その性善説が根底になるので、そういうのは第三者に見ることはできない、意図的な捏造があったとき。だからやはり研究者倫理、もうそのオリジナルの論文を作ったデータを出したその研究者自身の、倫理っていうのが非常に重要になっている。まあまあそういうふうな現実があるということが今回のスタッフ問題では明らかになります。